細川のツーランホームラン。ドラゴンズが1アウトで今日も4番の細川、秋中のカットボールでした。これが右中間スタンド一番深いところに、いい当たりだ。レフトライナーで伸びていく、入った。細川なんとキャリア初2桁ホームラン乗せました。10号ツーランホームラン。いい当たり、いい角度。ノイジーは足取りもうゆっくり歩いて見送るだけ。細川先制ホームラン。なおもドラゴンズは細川、これが第13号のソロホームラン。リードを2点と広げます。という形になりますよね、はい、そしてこれが3回ですね、右中間に持っていきましたツーランホームラン。これはもう完璧という一本だったんでしょう、という今日はゲームです。今度は変化球を左中間へ、ツーランホームランで今日は2本のホームラン。さらに細川、この勢いというものをしっかりとつなげていきます。ドラゴンズは3番の細川。野村さん、このホームラン飛びましたね、本当に。そうですね、まあ、カウントを取りに行ったといいますかね、はい、フォアボールを出したくないという1球だったと思うんですけども、はい、見事に打たれましたね。